サッカーは頭脳スポーツと言われている。瞬時に変わる場面を把握し、常に最善手を打つことが要求される。フィジカル重視でただ蹴って走るだけでは得点はできない。俺の名は明智斎。今日はサッカー部の紅白戦。白組のセンターバックへ派遣された便利部の部員だ。次の公式戦、僕を試合に出してください。しつこいわね。無理だって言ってるでしょ。お願いです。一度だけでもいいんだ。病気の父さんと約束したんだ。僕が活躍してる姿を絶対に見せてあげるって。僕は岩波タスク。父の影響で物心つく前からサッカーをしてきた僕だけど、高校では一度も公式戦に出してもらえていなかった。昨日お医者さんに言われたんです。もう長くないかもしれないって。覚悟しておけって。父さんは2年前病気で入院し、いつどうなってもおかしくないと言われていたのだ。無理よ。っていうか嫌よ。え？あんたの親が死のうが生きようが私には関係ないわ。試合に出るのは痩せている選手だけ。当たり前でしょ。そう、僕が公式戦に出られない理由、それは僕の200キロを超すこの体型のせいだ。その体型じゃ無理に決まっているでしょ。サッカーを舐めないでちょうだい。この人は横塚マリナ先生。学生時代は女子サッカーで名を馳せた有名ストライカーで、今はこの学校のサッカー部の顧問をしているんだ。先生はこんな肉体の僕をかねてよりサッカーを冒涜する豚だと思っている。サッカーは球技の中でもトップレベルに走るスポーツなの。1試合の走行距離は約10キロ。足が大事なの。足が。そんな舐め腐った体型で出られるわけないじゃない。でもやってみなくちゃわからないじゃないですか。体型だけで決めつけるなんてあんまりです。それでも僕は諦めることなく食らいついた。あーもうしつこいわね。すると先生は。わかったわ。え？やっと手に入れた千載一遇のチャンス。先生は紅白戦に僕を起用した。この紅白戦で結果を残すことができれば、次の公式戦に出場することを検討してくれるという。絶対に活躍してみせる。助け。早速僕にボールが回ってきた。僕のポジションはピッチの中央に位置するセンターハーフ。ゲームメーカーとも呼ばれ、攻守両面に関わるため、より正確な状況判断が求められる超重要ポジションだ。見える、見えるぞ。ピッチの上の選手たちの位置と動きが。これを田島くんのオープンスペースへ。そして僕は超ロングパスを放つため、足を大きく振りかぶった。だけどあれ、あえなく空振り。そして派手に転んでしまい、次の瞬間には僕の目の前に青空が広がっていた。ああ。ね、言ったでしょ、おデブちゃんはサッカーをしちゃいけないのよ。だけどそうね、3ヶ月で痩せたらあんたを公式戦に出してあげてもいいわ。え、先生は僕を嘲笑うようにそう言った。痩せたらって どれくらいでしょう。-150キロ。え、3ヶ月で150キロ?1ヶ月で50キロ。1日1キロ以上痩せなければいけない計算になる。どう考えてもそんなことは不可能に近かった。先生、そりゃ無理だろう。あら、でもそれくらいじゃないとダメでしょ。先生は僕に無茶ぶりをしてきたんだ。どうせできないと思っているみたいだ。3ヶ月後。あの日から超デブのタスクは部活に姿を見せなくなった。私は正直言ってラッキーだと思っていた。あんなおデブちゃん、読んで字のごとく私のサッカー部のお荷物でしかなかったから。え、芝校が来れない？ついてないわね。公式戦までの最終調整がしたかったんだけど。そんなある日、練習試合を予定していた相手高校が急遽キャンセルを申し出た。流行り風で部員の 90% が自宅待機になってしまったのだ。その時、頼もう！何よこいつら。謎の覆面集団がサッカー場に現れた。俺たちは強者を求めてさすらうサッカー部破り、起爆をサッカー部諸君、我々と勝負されたし。先生、警察呼んだ方がいいんじゃないか。だけど私は噂には聞き及んでいた。最近いろいろな高校のサッカー部を回っては試合を申し込んで勝ちまくっているという謎の覆面サッカー集団がいると。先生、
そして私は覆面集団の申し出を受けることにした。ちょうどいいわ、練習相手に困っていたところだったし。先生も人が悪いぜ。こんな気味の悪い連中とやらせるなんてよ。こんな茶番すぐ終わらせてやる。この集団はライバル校である南校や強豪校である北根校にも勝利しているらしい。私は単純に興味があったのだ、この怪しい連中がどれだけやれるのかってことに。お手並み拝見といきましょうか。だけど何？早い、すぐにボールを奪われて。頼んだぜ。おお。あっさりと先制点を取られてしまった。ただのふざけた連中ってわけではなさそうね。一人一人のスキルは正直そこまで高くない。だけどしっかりうちの選手の弱点をついて、開始早々試合の流れを持っていかれてしまった。こんなふざけた連中に負けるんじゃないわよ。わかってるよ。私のサッカー部は全国大会常連校、よりシステマチックに洗練された現代サッカーを展開するのがうちの強みだ。そして私のチームが輝く瞬間は守りより攻め。さっきは油断したけどな、本気を出した俺は誰にも止められねえぜ。ちっ、ほらこれで同点だ。進むくんは中学ではアンダー15の代表選手、10番を背負っていたほどの屈指のパワーストライカー、波のキーパーなら弾くので精一杯のはず。何者よあのキーパー。だけど進むくんのシュートはあっけなく止められ、キーパーは恐るべき強肩でボールを前線へ。またしても失点を重ねてしまった。なんなのよ、一体なんなのよ、あなたたちは誰なの。教えてやるぜ。次の瞬間、俺たちだぜ。お前らは便利部の。なんで俺まで。どうやらその正体は同じ高校の便利部と町の便利屋だったようだ。どういうこと、サッカーは素人でしょ。私は状況がよく理解できなかった。そうだ、俺たちはこれでも強豪校、そんじょそこらの便利部に押されるわけがなかった。あの10番、あいつが試合をコントロールしてやがる。さあ試合の続きといこうぜ。くっ、あらくそー、やはりあいつだ。試合が開始して早々ボロボロに失点を重ねた俺たちだが、全てはあの10番のパスが起点になっていた。奴のキラーパスがピッチ全体を支配していたのだ。お前は一体誰なんだよ。俺はてっきり外国人選手でも雇っているのかと思ったのだが、すると10番は覆面に手をかけて、お前はそこには誰だ。全く知らない男の顔があった。やだな、わからないのかい。僕だよ、タスクだよ。タスクは言われた通り減量を行ったのだ。そう、タスクは監督がした無茶ぶりを実行した。150キロの減量に成功していたんだ。大変だったよ、食べ物はまともに食べれないし、基本運動しているか寝てるかの生活。でも試合に出たいその一心で頑張ったんだ。タスクの変貌ぶりに驚きを隠せないチームメイトたちだったが、試合はまだ中盤。そしてゲームが再開されたのだが、見える、コート上の全ての可能性が。そう、タスクはもともとサッカー IQ が高く、視野も広い。創造性のあるサッカーを頭の中で組み立てることができたのだ。そしてそれを全て実現できる肉体を手に入れた。おらー、ゴール前にレンタロウ君が走ってる。いやー、その赤髪を止めなさい。フリーにさせちゃダメよ。話しやがれ。運動量が多く決定力のあるレンタロウに必然的にマークがきつくなる。いや、切り込んでくる。自分で行くつもりだ。だがタスクはそれによってできたスペースにボールを自ら運んでいく。させるかよ。刻一刻と変わる盤面、タスクは常にフィールドの全体を見ている。最善の選択、最善の一手。タスクの放ったシュートは弧を描いてキーパーの頭上を越えていき、これで5対0。何やってんのよカスども。もういい、私が出るわ。え、私が完膚なきまでに潰してあげる。先生、
業を煮やして顧問の女性監督が出てきたようだが、現役時代私は最強のディフェンシブハーフ、瞬発力、俊敏性、動体視力、私を抜ける人間はどこにもいなかった。来なさい、少し痩せたぐらいじゃ私に勝利することは。え？なんですって？この私が一瞬で。タスクは華麗なボールコントロールで私を置き去りにして、6点目。おお、なんでよ、なんであんたそんなに動けるのよ。この間まで太っていたくせに。実は太ったのはここ最近でして、小学生時代はジュニアユースの代表選手をやってたんです。ジュニアユース？足を怪我しちゃって中学ではサッカーできなくて。タスクはサッカーができないストレスで爆食いしてしまったそうだ。そして怪我は治り、高校ではサッカー部へ入部したらしい。そしてやった、僕は晴れて公式戦に出ることができた。なんつうトラップ、やっぱり天才だ。さすがだわタスクくん。次の試合もお願いね、エースくん。先生、本当に申し訳ないんですが、これを最後の試合にしようと思うんです。え？実は海外のクラブチームから声がかかってまして。は？最高の設備で父の治療の援助もしてくれると。僕はたまたま来ていた海外の有名クラブチームのスカウトの目に留まり、海を渡ることを決意した。本当にすみません。それじゃあ。ちょっと待ってよ。その後チームは予選で敗退してしまったらしい。少しかわいそうに感じたけど、これも僕選択だ。僕はダイエットに付き合ってくれた便利部と便利屋の皆さんに感謝したのだった。